アブルハサン・アミーヌ・ヌティ・ーン・フスロー、通称アミール・フスロー、1253年から1325年は、インドのパンジャーブ地方、パティアーラ出身の詩人、音楽家、芸術家、歴史家、アミール・ホスローとも呼ばれる。民族女子詩、神秘主義、歴史を主題に、女子詩や女上詩を多く作った。カウアーリーの創始者とされ、中世のインドにおいて最大の詩人として、 インドのオームの異名で名高く、ペルシア語、ウルドゥ語、ヒンドゥスターニー語などを混ぜたマカロニックを好んだ。イスラーム王朝のデリー・スルターン・アサのスルターンに使え、13世紀から14世紀にかけての知識・ハイスラム神秘主義聖者である、ニサームティーン・アウリアーの愛弟子で、ニサームティーンの信奉者であった。また、アミール・ホスローは、音楽家としてもしたある、タブラ。 ガザルを13世紀にもたらし、ヒンドゥスター,ニー音楽の基礎を築いたとされている。ニザームッティン病をアミール・ホスロを保護したハルジー長の、第三代アラー・ウッティン・ハルジー1253年、北インドのパティア・ラーに、旧六人で武将の父、アミール・サイフティン・マフムードと、奴隷王朝第九代スルターンのギアスティーン、バルバンの義理の娘である母ラ・ワットのもとに生まれた。若い頃から、 すでに死の才能に優れていたとされる。1260年に父が亡くなると母と共にデリーに移った。1271年、最初のディワントゥーフタスサイヤを表す。1272年に時のスルタンであったギアースティーン・バルバンの甥い、マリクに宮廷詩人として仕えた。1276年にはバルバンの息子、 ブグラー・ハーン・ニマリクと同様に詩人として仕えた。1279年、2作目のディワーンはスチャル・ファイトを表している時に、ベンガル地方を訪れる。1281年には、バルワンの次男であるスルターン・ムハンマドと共に、ムルターンを訪れる。1285年に兵士として、モンゴル帝国との侵略戦争に参戦するものの、捕虜になるが逃げることに成功した。 1287年、パトロンのアミールと共に、アワードを訪れる。1288年、最初のマスナビー、クワイニスサダインを表す。1290年に、ハルジー城の創始者であるジャラールティン・ハルジーが、権力を持つと2作目のマスナビー、ミフトダーソルフトを表し始めた。1294年、3作目のジワン、グラッチェル・カマルを表す。 1295年に、ハルジー町第三代スルターンの、アラー・ウッディーン・ハルジーは、グジャラート州とデーバギリを侵略した。1298年、母と弟を亡くし、ハムサイ・ニザミを表す。同年から1301年にかけて、ペルシアの詩人であるニザーミー・ギャンジェビーに習い、五部作から、なる、ロマンス女子史、光の上昇、シーリーンとホスロー、アレクサンダーの鏡。 マジュヌーントライラー、八天国を表した。1301年に、アラーウッディーン・ハルジーが、ランタンボール、マールはジット・オレガルを攻撃した際に、アミール・ホスローは、ランタンボール城をめぐる攻防戦を鮮烈な描写で記した。1310年には、ニサームッディーンと親しくなり、コスン・ウル・フートゥーを表した。1316年に、 アラーウッディーン・ハルジーが亡くなると3作目のマスナビーで、ロマン主義的なし、デュバルラにキーザー・カーンを表す。また同年、クトゥブッディーン・ムバーラクシャーが、ハルジー町第後代スルターンになると4作目のマスナビーのセパーを表した。1321年、ムバラク・ハルジーが殺されると、トゥグルク町の創始者であるギアスティィン・トゥグルクが、権力を持つようになり、タフルークナマを表した。 1325年に、トゥグルク朝、第二代スルターンのムハンマドビン・トゥグルクが、トゥグルク朝を治めていた時に、ニザームティーンが亡くなり、その6ヶ月後に、アミール・ホスローも後を追うようにして亡くなった。なお、デリーにあるニザームティーン病内に、アミール・ホスローの墓がある。ありがとうございます。